マトラのバル256と並ぶ370型、車内松山機場旅客に対応した、荷物置き場車内の LED 旅客案内装置台、北都市運370型電車、通称 C370 型電車、または、イノベアアプム256は、台北都会区大衆早運系統で運用されている、通勤型電車である。2009年の台北都市運注目作戦の、 南高転覧館方面延伸に伴う増備のために101、編成202両が配備された。ゴムタイヤ式のボンバルディアトランスポーテーションが展開するオートメーテッドペッププルムーバー用、コンセプトモデルであるイノビアアップムをベースとした、台北都市運対応の派生型。このうち51編成は、東久差鉄工所の子会社である、東久差車両鍵によって、 台湾国内で最終組み立てが行われた。保安、制御装置には、同社の CBTC であるシティフロー650が搭載されている、台北市政府早運行定局の、機電工程入札番号 CB370 が、形式名としての由来で、2011年からは、台北都市運行士もこの名称を使っている。当初は、メーカー側で、イノビアアップム256、 台北都市運では BT 車と呼称されていた。前日の通り、シティフロー650は制御システムのブランドであり、車両形式を示すものではない。実際の車両番号とは必ずしも一致しない。仙台バル256型と同一路線を走行するため、内装面では仙台と大差なく2ドアの標準的なものとなっている。ボンバルディア車の従来モデルより小型で、 車内はマトラ製車両よりも全幅が小さい。各車両は非関通型で通り抜けはできない。制御電動車制御電動車の2連ユニットで2ユニットを前後に連結して 4M の4両編成としている。配備は101組のため2両が余ることになるが基本的に4連で走行する。合車表示は当欄における便宜的なものである。ありがとうございます。